金子純一は日本の官僚、厚生労働省大臣官房長、労働基準局長、厚生労働事務次官を歴任し、退官後、ボストンコンサルティンググループシニアアドバイザー、全国シルバー人材センター事業協会会長等に就任、東京都出身、1976年に一橋大学小学部を卒業し、労働省入省、大学では、 宮川君をゼミナールに参加。入省同期に松井和美広島市長、井原翔介元岩国市長など、旧労働省出身ながら、老健・健康担当の大臣官房審議官を務めるなど、旧厚生省系の分野にも明るい、2008年厚生労働省労働基準局長に就任。同年に施行された労働契約法につき、参議院厚生労働委員会で、 日本共産党所属、小池晃からの質問に対し、有機雇用を中途解約する場合のやむを得ない自由につき、正社員を解雇する場合により限定的に解釈されるべきものとの従来の判例を踏襲した答弁をした。2009年には、日比谷公園で、宇都宮賢治や湯浅誠らにより行われた、年越し派遣村に対応した。また、 非正規雇用労働者の雇い止め法理の判例を法定化するなどの2012年成立改正労働契約法の実現に尽力した。功労時間に、金越清村岸吹き、局長に2012年9月3日日本経済新聞有観、第170回国会厚生労働委員会第6議2 6日刊元第2009年3月24日、功労時間に、 金子志村騎士は、社会、援護局長中国新聞12、9、3、金子純一ボストンコンサルティンググループ、公益社団法人全国シルバー人材センター事業、協会、第20期役員名簿、全国シルバー人材センター事業協会、役員一覧中小企業福祉事業団、評議員、任期令和2年6月令和6年6月、公益財団法人産業準職者令堂、 高参会、ありがとうございます。